真剣ゴールド梅森源太役の相馬圭介です。よろしくお願いします。まあ、僕特撮というかオーディションは3回目ぐらいで受けるのがですね、まあ、どうせ無理だろうと正直本当に思ってて、また今回も無駄足なんじゃないかと正直思ってたんですけど、こうパッとこう台本を見た時にすごくやっぱり変わり者の役っていうのは見て分かったんですよ。でテンションもすごい高いなっていうのは思ったんで、これはちょっと面白いなって思えて、本当に思いっきりやれたんですよ。結構緊張するタッチなんですけど、全然緊張せずに、まあどうせ無理だろうっていうのはやっぱ根底にあって、それはやっぱりそれが逆に緊張しないようにそういうエネルギーになったというか、思いっきりやれたいい材料になったんで、そこがやっぱ一番残ってますね。これそれでいい風に捉えて見ていただけたんじゃないかなと思ってます。僕建築の仕事をやってたことがありまして、それで働いてる最中に電話がかかってきまして、真剣じゃゴールド決まったよっていうのをまず第一声で言われたわけじゃないんですよ。なんかこう淡々と割と話がこう見えないまんま僕はこう、はいはいはいって言って、中盤に差し掛かるぐらいに真剣じゃゴールド決まったよって言われて、驚きしかなくて、本当ですか、ありがとうございますとか言えなかったんですよ全然。でしばらくはいあはいはいはいを繰り返して、最後にじゃあ頑張ってねと言われた時に、それで初めて少し実感がこうちょっと湧いてきて、ありがとうございます頑張りますっていうのを言えた、すごく放心状態だったのはよく覚えてます。少し見えてきたのはやはり台本をもらった時なんですよね。設定も寿司屋っていうとっぴな設定で、読んでば読むほどこうやっぱり変わり者だなというか、その段階ではまだこう科学者としてのあんまり面が見えてなくて、すごくテンションの高くて突っ走る性格っていうのを結構前面に押し出されてた性格みたいな中で思ったんですよ。で本読みがあってみんなで合わせるんですけど、すごいやりやすかったんですよ正直。で僕にはこれしかないと思ってやった読み方があって、それが後々になるとこうみんな、いやああやってくると思わなかったよみたいな言われるんですけど、僕にはそれしかなかったんですよ。梅森源太のイメージっていうのはこう読む、だからすごく合ってたのかなと思って思いますね、今になればですけど、その時はがむしゃらでしたけど。すごい、もう梅森源太に関してはもう全部違うといえば全部違うんですけど、もうあのキャラクターですから。だけど顔がよく動くっていうのは僕のやっぱり持ち味というか特技でもあるんで、そこは生かしていけたことに、すごい生かして思いっきりやってみて、やりすぎだよとか言われたら、まあそれまでなんだろうなと思ってたので、思いっきりやったところに、あいいねみたいな、そこで、あそれが梅森源太との共通点というか、オーバーリアクションができるというか、コメディタッチな顔とか動きとか、そういうのをやっててすごく楽しいし苦でもないので、そういう共通点はあるかなと思うんですけど、違う点言っちゃえばそれ以外は全部違うっていう感じですかね。あのキャラクターは既存のキャラクターではないですね。もう完璧なオリジナルなんで、なんかヒーローっぽくないし寿司屋だし、あの愚直さはないですよ。でちっちゃい頃の約束、子供の頃した口約束なんで、まあ、忘れてもおかしくないし、覚えてたとしてもまあ叶わねえし、俺は侍じゃねえや寿司屋だって普通思うと思うんですよね。まあ、そこはタケちゃんへの愛というかが強かった、友情が強かった部分もあるんですけど、そう言われただけでもその愚直に前に前に信じていく面っていうのは僕は見習いたいし、少しは近づけてるかなと。愚直に前でっていう言葉がすごい好きなんですけど、もう自分自身愚直に行きたいなと思えるようにしてくれたのは梅森源太のおかげですね。18幕の寿司チェンジャーを受け取るところ、あれはやっぱり
あそこで仲間になるわけですから。で僕自身も撮影入りたてで仲間っていうまだ意識がそこまでなかったもんですから、あの時にこう松坂桃李君とこうどういう渡し方とかもすごく綿密にやって、でそこでやっぱり話す機会も増えたり、ここで仲間になるんだからここはバシッと決めよう、かっこよくというかもう、うん、幼なじみに戻ってきたその思い切りの良さというか、そこを伝えていきたいねみたいな話をしてて、すごく気合を入れたシーンでもあったので、で自分相馬圭介も梅森源太もあそこで仲間になれたっていう意識がすごく強くて、それはすごく印象に残っているのと、その次の19幕龍之介と龍之介に反発というかされるんですけど、お前は侍では侍じゃないと、侍ごっこだって言われるんですけど、そんなことを言われても梅森源太は龍之介の暮らしを真似ていこうと黒子になって扮して龍之介の真似をすれば侍って認めてもらえるんじゃないかみたいなシーンがあるんですけど、それってやっぱり普通できないことなんですよね。あの自分を認めてない人間にがいたとして、それを真似すれば自分も認めてもらえるんじゃないかみたいな、そういう素直さっていうのはすごい読んでて、本を読んでてすごいなと思ったし、自分も真似していきたい部分だなっていうのは思ったので、そこはすごく残ってます、その2つは。他の5人のメンバーと会ったのが、あの撮影入る前にアフレコ見学に行かせていただいて、みんながアフレコしてるのをこう見たんですけど、一人一人のこうブースでやるもんだと思ってたんですよ。みんながこう見てる前でやるっていうのはすごいやっぱ恥ずかしいって思うじゃないですか、やっぱりね最初は。でみんなもう全然恥も感じず、何にもなくこうはっふっってやってるわけで、でもやっぱりかっこいいんですよね見てると。でやっぱやってる本人も全然恥ずかしさがなくやってる、思いっきりやってるからかっこいいなと思って見てて、まあ緊張をすごいめちゃめちゃ緊張してるんですけど、で終わってというかちょっと休憩になって、他の5人がこう挨拶というか、あ僕あの6人目やらせていただきます相馬圭介ですと挨拶したら、このレッドの松坂桃李君が、あよろしくねってこうガッとこうよろしくねというかよろしくお願いしますというか敬語でこう来て握手を求めてくれたんで、ふわっと思って、なんか今時の子にしてはすごく礼儀に熱いやつだなと思って、あお願いお願いよろしくお願いねって言って、ちょっと壁がこう取れたかなというか、まあ、最初の握手もやっぱそうですし、すごく気さくなやつで、で同郷ですごくあのふるさととかすごく近いんですよ。そんなんでもうめちゃめちゃ盛り上がって、でも割と幼なじみの関係が役の中であったんで、やっぱりこう実際話していかないと芝居にも出るねみたいな話をしてて、じゃあ仲良くなんないとねみたいな、最初はこうそういう感じだったんですけど、もう知らず知らずすごいいっぱい喋るし、お互いのこともよく喋るし、2人で飯食い行ったりしてもやっぱり落ち着ける人間だなと、すごいやっぱり同郷の人間っていうのは匂いが一緒だなと思って、今はやっぱり本当に幼なじみかのごとくめちゃめちゃ落ち着ける人間ですね、間柄ですね。でバッチ相葉弘樹くんは、まあ、バッチって呼んでるんですけど、バッチはこれもまたやっぱり写真とか見る映像とか見るとクールな、プライベートはクールな子なんじゃないかなってやっぱり第一印象で思ってて、で実際会ってまあびっくりしたのは、本当にムードメーカーだし、ムードメーカーでありながらムードブレイカーでもあって、もう作った空気を自ら壊すみたいな、それで笑いをみんなに提供してくれる、もう本当にすごいエンターテイナーだなと思うし、役者としてもすごい芝居がうまいし、もう尊敬する部分のすごいある人間なんですけど、それを感じさせずすごい話しやすいオーラ、もうバカな話もすごくお互いできるし、すごい不思議な人だと思いますね。すごい悪く言うやついないんじゃないかなと思うぐらい面白いいいやつですね。高梨凛ちゃん、高梨凛ちゃん
女優さんだなと思う。本当に顔立ちとか立ち振る舞いとか芝居とかを事前に見てて、あ、これは女優さんだなと。綺麗な人見ると僕結構近寄りがたいんで、もう恥ずかしいし、女性と話すのは。で、まあ、お会いして、やっぱ落ち着いた雰囲気はどこかにあって、基本落ち着いてるんですけど、すごい可愛らしい一面、ナイーブで女性らしい一面があったりして、そこはギャップとしてやっぱり魅力がすごいあるし、芝居の幅もすごいあるし、高梨凛ちゃんは幅のある女性ですね。魅力のある女性だと思います。鈴木翔吾、翔吾はね、まあ人懐っこいですよ。一番最初にもう肩ポーンと叩いてくるような間柄になったのはやっぱ鈴木翔吾のおかげじゃないですかね。もうすんごい話しかけてくるし、谷千明の役柄そのまんまできたので、僕はそこら辺のギャップはなかったんですけど、で仲良くなるにつれて、すごい芝居の話をすごいしたり、すっごい努力家なんですよ。で上達も早いし、これがデビューだって思えないぐらい成長していくし、研究もしていくし、で自分の分からないことはすごい聞いてくるし、いろんな人に聞くし、本当に努力家だなとは思うし、あそこ、あれはそれは真似できない部分ですね。結構強がっちゃう部分があって、人に聞くのはできないタイプなんで僕、そういうところはやっぱり今の子かなと思いましたね。今の子ですね、鈴木翔吾。翔吾、森田鈴香ちゃん、スーちゃんってみんな呼んでるんですけど、スーちゃんは天然とやっぱ一見見られがちですけど、シーンは多分僕ら6人の中じゃ一番しっかりしてますね。16歳とは思えないですよ。16歳、自分の16歳のことを顧みたらもう想像つかないぐらいしっかりしてますね。でしっかりしてるのかなと思わせときながら、でかいオチを用意してるんですよね。まあ用意してるというか自然に出てくるんですけど、まあ、それがさ天然ってやつなんですけど、可愛らしいし、本当京都弁も和むし、マスコットみたいな存在ですね、スーちゃん。どうしてもやっぱり今梅森源太役がやっぱり主なので、表情、オーバーな表情だけじゃなくて細かい表情もすごいできていけたらなって。シリアスな演技の中でもやっぱり細かい表情の変化ってあると思うので、そういうのをうまく、オーバーなアクションって結構変な話誰にでもできるというか部分があるんで、細かいシリアスな芝居の時にうまく表情を作って、それに合ったセリフ回しができていけたらなと、そういう役者さんになりたいなとは思います。第五葉が登場してさらに加速してきた真剣じゃですけど、そんな第五葉の勢いに負けないよう、作り手の僕梅森源太もこれからもさらに勢い増してテンション増して突っ走っていきたいと思ってますので、応援よろしくお願いします。またね。